どうもこんにちは、めぐです。本日の動画は洗面所収納。それでは早速スタート。はい、ということで今回は洗面所の収納だったりとか、使っているもの、使いやすくしているポイントなんかを紹介できたらなと思います。で、我が家の洗面所はキッチンの横の扉を開けるとこんな感じになっています。ちょっとね、狭いから取りづらいんですけど、扉の左側にはこんな感じで、三面鏡、洗面台、そして隙間には収納カゴを置いています。で、こんな感じでこっち側に浴室、お風呂場があって、その隣にはもともと可動棚がついていました。向こう側は廊下になっていて、こっちからもね入れるようになっています。で、ここにはもともと備え付けの棚、そして、ハンガーなんかをかけれるバーなんかももともとついてました。で、洗濯機がその下には置いています。今ね、雷鳴ってたからまるちゃん怖がってここに隠れてます。あれ。で、ここは扉になっていて、ここに棚があります。これもね、高さ変えれるようになってます。で、ここに使っているケースはカインズのケースで、スキットっていうシリーズだったかな。ここがさ、ちょっとへこんでるから中のものが取りやすいし見やすいです。で、ここには、まあ、美容系のストック、あんまり使わないものなんかが入ってます。例えばアルコールだったりとか、コンタクトレンズの液のストックだったり。で、この隙間にはパックとか入ってます。で、さらにその上は、まあ、生理用品と、これもパックですね。このケースはね、ダイソーの積み重ねできるボックスなんですけど、いろんなサイズがあって積み重ねれるし、半透明、あといろんなサイズがあるから本当に使いやすいです。で、ここにも棚があって、この高さも変えれます。これはジュエリーボックス、私の髪の毛セットして、まあ、ここで使うことが多いので、ここに置いてます。その下はダイソーのケースで、これはコットン。今ちょっと量少ないんですけど、コンタクトが入ってて、で、コンタクトはこうね、使いやすいように2個にこう分けて入れておくようにしています。で、リップケース。リップケースもこう蓋がないとホコリが入っちゃうし、こういった細かい隙間とかホコリ取りづらいじゃないですか。このケースすごいおすすめです。で、さらにこの下の棚は、4段棚があります。我が家、私と娘と、長男次男の4人暮らしなんですけど、ここにね全員のもの入らないので、私と娘のものだけ入れていて、長男次男のものは子供部屋に置いてます。本当はここにあったかな、便利で。中はこの浸食するセリアのケースを入れてます。ちょうどね、これ大きい方が2つ入る。で、インナー、ちょうど娘が旅行に行ってるから中今少ない状態なんですけど、ぴったり。で、さらにここは私の下着、娘の下着で、下は2人の靴下が、これもセリアのケース、ぴったり入ってます。浸食するやつ。ちなみに私と娘、靴下も兼用で使ってます。じゃあまずこっち側、ここはまあ香水だったりとか使用頻度ちょっと低いもの、上と下だとやっぱり下の方が使いやすい、戻しやすいので、使用頻度が低いものは上で、ここは日焼け止めだったりとかで、ここはかかとのケアのものだったりとか、あとはこういった試供品だったりとか、こういったものはなるべくね、すぐ使うようにしています。このケースもセリアで購入したもの、取っ手がついてて、中にね仕切り板も2枚ついているので、細かいものを分別するのにおすすめです。で、ここには、取り外しできるフックをつけて、ここはヘアゴムがかかってます。あのスパイスを入れる収納アイテムで、セリアのものなんですけど、こんな感じでスキンケアを並べて積み重ねて使用しています。これもさっきと同じケース、こまごました美容液だったりとかをまとめてます。これもさっき言ってたダイソーのケースですね、半透明。これはうがい薬。あとは綿棒とかはね、
まあ、蓋つけといた方が本当はいいんですけど、使いやすいので蓋外してもうこのまま置くようにしてます。ケースとかに移すのめんどくさいので、まあ、真ん中の一番下は使いやすいので、本当に一群よく使うもの、洗顔料だったり化粧水、よく使う美容液クリームを置いています。さらにこっち側は髪の毛で使うものを置いています。ここはドライヤー、ヘアアイロンで使うコンセント、電源があるのでここに髪の毛のものを置くようにしています。櫛、これ結構出しっぱなしになっちゃうので一番戻しやすいとこにパッと戻せるようにしています。ここにはブラシの髪の毛を取るダイソーで買ったこういったアイテムをかけています。これちょっと前に購入したやつで、タバーの歯ブラシスタンドです。5本かけれるようになってて、ここには歯磨き粉を置けるようになっています。普段はこう使いやすいように置いとけるし、見せたくなかったらこんな感じで反対側にすればすっきりするというアイテム。前はさ、あの三面鏡の裏だったりとかこういったところにね貼り付けて浮かせる収納してたんですけど、やっぱ見栄えいまいちだし、ちょっとね距離があるから子供たち使いづらいなと思ったので、近くに置けて使いやすいこれを購入しました。これは Amazon で購入したソープボトルですね。結構使いやすい。これは 3COINS のスポンジ、こう貼れるからいいよね。パパパッと掃除できる。排水口のお掃除が楽になる便利グッズ、これもショート動画でも紹介してるし、通常動画でも紹介してるのでちょっとはぐきます。はい、ドライヤーホルダーもタワーのです。好きな場所にね設置できるし、こうスタイリッシュでかけやすくて気に入ってます。これはアイロンポーチですね。娘がさ髪の毛染める液をつけちゃって、色がねついちゃったの、すごい汚くなっちゃって買い替えたいです。このまま旅行の時とか持っていけるし、こうやってねかけておけるし、めちゃくちゃ使いやすい。熱いまんま入れれるような素材になってます。でコードをまとめて入れるようなこういったポケットもついてる。他のカラーもあるし、めちゃくちゃ使いやすくておすすめです。で扉の中いきます。もうここも何回も紹介してるかな。ニトリのクラネシリーズのボックス、それから棚を使って収納してます。で毎回めっちゃ聞かれるこのプレート、楽天のモノトーンさんのプレートです。可愛いですよね。このさ細いのが結構ね使えるのよ、サイズ。子供たちのブラシ、最近見つけたおすすめがこのケース、ちょっと紹介したいからシール貼りっぱなしなの。ダイソーの文房具収納ケースクリア、100円で、仕切り板がこう2枚ついています。こうさお掃除ブラシとかってさ結構いろんな種類買ったりするじゃないですか。まあブラシじゃなくても細長いもの結構あると思うんで、そういうのこう分別して入れれるっていうのめちゃくちゃ便利だなと思いました。まあ、ケースの中にこうさ、例えばお掃除グッズって言ってもいろいろあるからごちゃごちゃするじゃん。これだけまとめておくだけでも結構すっきりするんですよね。まあ分けるとその分さケースとかホコリがたまって掃除する手間とかもあるんですけど、こういった棚の中ってそんなにホコリたまらないんでいいかなって思います。まあ、ソープ類、ハンドソープだったりボディーソープだったりとかです。基本的にはストックあんま持たないようにして、まあ、持ってもストック1個までっていう風にするようにしてます。なるべく掃除洗剤、掃除洗剤もここに入るまで。結構掃除洗剤っていろいろ出るからいろいろ買いがちなんですけど、なるべく使い切ってから。でもあんまり使ってないなっていうものあったら、ちょっとそれをいい機会として洗剤たっぷり使ってお掃除するようにしています。これはねワンちゃん の, あのトリミングの機械なんですけど、バリカンしながら吸ってくれるんです。これね過去動画で紹介したことあるんですけど、めちゃくちゃ便利なので、自宅でトリミングされる方がいたらぜひチェックしてみてください。次は可動棚部分紹介します。ここはタオルだったりバスマットとかを置いています。こうなんとなく色分けして置いてます。この横にさ洗濯機があるから、タオルはだいたい乾燥までかけちゃうので、タオルから出してもう畳んで流れでしまうようにしています。
あとね、タオルって結構増えやすいんですよ。なんかお祝いでもらったりとか、可愛いからって言って買ったりとかしちゃうと思うんですけど、なるべく増やさないように、まあ、増えてきたなと思ったら、こう汚れてるやつはハサミで切ってお掃除に使ってっていう風にしています。で、これは使い捨ての、 あの安くて大容量のダスター、これはドンキのやつですね。で、これはテムで買ったやつ、ちょっと量少なくなってきた。ここに使い捨てのシートあって、まあ、なるべくはこう使い捨てのシートの方がささっと掃除して捨てれるから楽なんですけど、頑固な汚れとかってこういったタオルでゴシゴシしないと取れない時あるじゃないですか。がっつり掃除したい時はこの使い捨てのものを使ってます。で、これはニトリのキャスター付きのワゴンです。スリムな、だからちょっとした隙間に置ける。まあ、ここもそうだし、キッチンとかで結構隙間余ってるよとか、あの通路が狭いとことかにも使えると思う。ペットボトルとかストック入れるのもいいし、まあ、細々したものを入れるのにすごいおすすめです。こんな感じで、もう今詰め替えしないでそのまま入れちゃってるので、柔軟剤と洗剤、これ気に入ってます。スティックね、ジェルボールだと結構くっついちゃったりするんですよね。で、ティッシュのストック、まあ、前はファイルボックスとか置いて仕切ってたんですけど、このままの方が使いやすいし量も少ないんでそのまま入れて、で、ここはバーにはハンガー、まあ、全部ハンガーですね、ハンガーを置いてます。で、洗濯機周り、これあんまり貼り付けすぎると乾燥してる時とかに音めちゃうるさいんで、その辺みんな調整して貼り付けてください。畳んだタオルだったり洗濯物の一時置き場に使ってます。あとは上履きとか干しておくのもいいかも。ここにサーキュレーター置いて回して洗濯ネットかけてます。まあ、ちょっと見栄えいまいちなんですけど、使ってすぐ戻せるし使う時もパッと使えるからここに置いてます。で、ネットはね、無印のがめちゃくちゃお気に入り、長く使える。で、この隙間には洗濯物カゴですね。さっきのランドリーラックは置いとく用、これ運ぶ用ですね。畳んで入れといて子供部屋に持ってったり、まあ、外で干すときこれに入れて持ってったり、軽いし、まあ、コンパクトになるし通気性もいい。ちょっともう汚いけど、これも結構お気に入りです。はい、ということで今回は、洗面所の収納を全部紹介しました。いかがでしたでしょうか。気になるアイテムあったら、楽天ルームに載せてるので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。リクエストも募集してます。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。